吉野さんお疲れ様です堀江貴文さんと山本太郎さんの違いということでまあ人間が違うんでね違いはいくらでも探せるんですけどもまああえてね両方とも総理大臣を目指していたっていう共通点から紐解いてみるとどういうことになるのかなってことですけども私から見て堀江さんっていうのはうーやっぱりね自己責任職が強いのかなと思います。そそして人にもそれを を期待する強要すするるまででいいかないんですけどもやっぱり自己責任の原則を自分にも使うし他者にも使うのかなってとこですよね。そして制度があれば制度の枠の中でベストを尽くす人だと思います。制度を変えようとまでは思ってないのかなと思いますよね。まあですんで世の中の仕組みを使って、えー、もしくはね非合法でないことをやりながら スレスレまで攻めてていいくっていこととかなと思いま,すまあでも基本的にはなんか愛に溢れてる人じゃないですかね堀江さんもねあのやっぱ人気がある人っていうのはその分だけ誤解もされて恨まれるのかなと思います堀江さんが選挙に出てでメディアが堀江バッシングをずっとしていましたで堀江さんに対して悪い印象を結構最初はね多くの方が持ったんじゃないかなと思いますし確かに球団を買うとかね テレビ局、放送局を買うってなるとそれはね時の権力者からするととんでもないことを考えるなしかもそういうことを多くの国民にバラすなよって感じだと思うんですよだからほとんどの放送メディアでホリエバッシングがありましたよねでも実際私気づいたんですよ。球団って確かにお金出せば買えるよねってそれが10億なのか100億なのかわからないけども金持ちになったらそのお金が手に入ったら。 買えないことはないよね。そう考えたら、球団を買うっていう発想すらなかった自分に対して、確かにあり得るよね、とかね。それ以上に、会社を買うってう発想もなかったんですよ。今、会社を売ったり、会社を買ったりっていうのは、カジュアルに見にし、目にすることができますけども、そういった、調べればわかることをやってのけるのが堀江さんなのかなっていう気がしますね。あとは、筋力に対して、もうね、 あのまあ私は不当だと思ってますけども逮捕して収監されたってところもあって結局あの大きなライブドアっていう会社を解体させられる羽目になってものすごい影響を持ったんですよね個人資産208億も和解のためにコリエさんは払ったそうですからね、うん、だからなんか打たれ強いなと思います同時に他社にも打たれ強いことをやっぱり強要するところがあるのかなと思いますね強要まではいかないけども期待するところがあるのかなと思いますで 山太郎さんは、どちらかというと、自力でできない人のために、もしくは、この条件がなくなったら、変更されたら自力でみんなが生きていけるのになっていうふうな、あと一歩のところに、いつも立っててくれる人なんじゃないかなと思いますね。どちらも、自分以外の人の幸せを願う気持ちは一緒なんですけども、片方は、お前自分でやれよと。なんで僕が手を貸さなくちゃいけないんですかみたいな感じと、あともう片方は、わかりましたと。 自分のことを後回しにしてでも、あなたのために頑張ってみますっていうふうなが山本太郎さんかなと。その違いじゃないですかね。どちらも納得させられる面がありますし、どちらにも受け入れ難いところがあって、人っていうのはね、好き嫌いが分かれるのかなと思います。まあ私は、あの、スルッと見てね、両方とも非常に魅力的な人物だなと思いますけども、まあ、堀江さんはね、ファンなんて必要としてないでしょうけどもね。でも、山本太郎さんはどっちかっていうと、 あの、リーダータイプじゃないですかね。堀江さんがボスのように、おら行けーってね、命令を出すかと思ったら、山本太郎さんは、行くぞーっていうふうに先頭を走ってくれるみたいなね、うん。なんかそのぐらいの違いがあるんじゃないかなと思いましたけども、いかがでしょうかね。うん、まあ、堀江さんね、もう選挙には出ないでしょうね。もう、こりごりだそうですよ。選挙に出たから逮捕されたとまで言ってますからね。で、山本太郎さんは、 逮捕されることを厭わずにでもそんな危なっかしいことはしないですけどもでも常に不利と分かっていながら挑戦してくれるその姿を見て私たちも黙ってらんないなとダメかもしれないけどもやってみようかなっていうふうにそんな気持ちにさせられるんじゃないかなと思います、はい、きっと今日本でね自分なりにできることをやってみようそれは YouTube のコメント欄に頑張れって書くだけかもしれないし令和新世組の動画を見ることだけかもしれないけどもでも それって非常にに大きな力にな力ると思うんですよ最後に今回動画をねまとめるのにこういう言葉を発したいと思いますね。それは一人の百歩よりも百人の百歩ということなんですよね。おそらくレア新選組山尾太郎さんは百人の一歩これをね見せてくれてるんじゃないかなと思いますけどもね。いってらっしゃい。